guys. Thank you for visiting our channel. This is Anne. 今日はどちらか選べなくて迷っている時のお話です。目の前に美味しそうなドーナツが2種類あります。どちらも美味しそう。これ選んで後でもう一つの方が美味しかったらどうしようって考えるとなかなか選べない。目の前に2種類のシャツがあってどちらがいいか決めきれない。これは色はいいけど肌触りがあんまり好きじゃないんだよね。これはサイズはぴったりだけどこのポケットがなければな。どちらにもいいところ悪いところがあるようでなかなか選べない。2人から告白された。1人はとっても愛してくれそうだけど共通の趣味がない。1人は一緒にいてとても楽しいけど遠距離恋愛。どちらを選べば幸せになれるんだろう。考えすぎてわからない。これと自分が好きなもの、欲しいものが分かっているときは迷いもしません。過去に必ずそうやってドーナツやシャツを選んできたことがあるはずです。自分が欲しているものが分かるときは他のオプションに目をくれることもしません。する必要もないのです。これが欲しい。見た瞬間に心が、体が分かっているのです。家族や恋人に買い物に行くけど何か欲しいものある?と聞かれて考えて考えて考えないと出てこないものはそんなに必要なものではないはずです。あったら食べるものは食べたい、食べる必要があるものではありません。どちらか迷って選べないものは本当に必要なものではないのかもしれません。他のミニマリズムの動画ももしよければ見てください。今日も見ていただきありがとうございました。バイバイ。